ご苦労様。メモリーズデイ用のケーキの試作品、味見してみて。はい、いただきます。なんだろう。それそれ、チョップス。楽しいでしょ、キャンディーの雨よ。ほら、食べ物を投げるのは良くないよ。だって、今日はお菓子の日でしょ。違うよ、今日はメモリーズデイ。ホリアラの木になった思い出の実を見て、みんなで思い出を振り返るお祭りさ。前にも確か教えたもん。あれ、リディ、そういえば今回のお祭りの当番は？私なのだ。え、へん。だからケーキを振らせるって聞かないのよ。これが自分の作る不思議だって。やっと終わったぜ。俺様たちにもケーキくれよ。はい、どうぞ。はん、うまいぞ。親分、食べないんですか？ギヒギヒ、ビービーちゃんの手作りだぜ。すぐに食べたらもったいねえ。え、大丈夫？平気平気。いてててて、あ、ごめんなさい。チャップス、くー、やむやむ、チャップスをいじめると。なんだって？はい、どうも、チャップスを逃がすな。そうか、チャップスがダウンしたか。よし、よくやった。なに、リーダーが行方不明？私をいじめた罰よ。さあ逃げて。もう意地悪はダメよ。おかしな灰ね。何か言いたいことがあるの？ちょっと待っててね。今家を作ってあげるから。できた。さあ食べて。言葉を教えるゴーストキャンディーよ。これで喋れるようになるわ。では、早速要件を。あっしら海軍団、いつもお嬢ちゃんたちにいたずらをしておるやつが、根っからの悪者ではございません。それで、たまにはいいことがしたいと思って、お嬢ちゃんの前に参上したわけです。
お願い事がありましたら何なりと。うん、お願い。だったらお菓子の雨。例の不思議ってやつですね。学校中に降らせられたら楽しいんだけど。任せてください。本当？ハイさん。あっしのことはリーダーと呼んでください。親分、頭の白いハエなんてどこにもいないぜ。ハエ軍団が見つけてるかもしれないずら。それもそうだな。あれ？あら、来ないずら。俺様はハエ軍団に見捨てられちまった。お？あ？あ？キャンディーだ！うわあ！うわあ！キャンディーの雨！なんか変よね。ハエ軍団め、俺様に内緒で何やってんだ！はあ？戻れ！どうでした？大成功！みんな大喜びよ！うん、どうして捨てちゃうの？当たり前じゃない。ヤムヤムのハエが降らせたキャンディーなんてどんな悪巧みがあるかわからないでしょ。悪いことなんて考えてないよ。タエさんたちはみんないい子だよ。チャップスさん、よくぞ言ってくれた。もうキャンディーの雨は諦めなさい。ケーキの雨は？ダメ、ケーキは一人一人手渡しするの、わかった？はーい。これで諦めたかな。大丈夫、ケーキはあの子には渡さないから。どうやったらケーキをぐちゃぐちゃにしないで空から落とせるかな。ケーキは大きいからキャンディーみたいなわけには。さっきはハエたちをかばってくれてありがとうよ。俺たちも手を貸すぜ。メモリーズデイのお祭りが行われる放課後は晴れて綺麗な星空が見られる。放課後は晴れてお祭り会場にはケーキ振ります。お楽しみに。よし、お祭りが始まるまでの辛抱だから油断しないでね。任せて。去年は雪が降ってロマンティックなメモリーズデーだったのに、今年はケーキが降るなんて。スプレーだよ。まだケーキがない。逃がさないわよ。リーダー、やろう。ハエマリア。ケーキが。全校生徒のみんな、コリアラの日に思い出の実となったよ。もうすぐお祭りを始めるので校庭に集まってね。さあ始めるよ。おあら、ハエさん光ってる。俺が光るスプレーをたっぷりかけたんだ。いよいよだね。どんな思い出が映るんだろう。ケーキも楽しみ。それではメモリーズデーのお祭りを始めます。まずケーキを配ります。空を見ててね。あの子やる気だ。もうダメ。ケーキはぐちゃぐちゃだ。見るもん、あれはなんだもん。私の身です。あ、私の思い出だ。こんなことあったな。変な思い出。お嬢ちゃんは思い出の身を見ないんですかい。今日のが一番の思い出よ。そうですかい。何このちっちゃな身。あ、
リーダーさんの思い出の実だ。え、それはちょっと。リーダーさん、私のことばっか。あ、いや、あしはそろそろ戻るねえと。それじゃ。これからも一緒に遊ぼうね。ハッピーメモリーズデー。はい、はい、はい。さあ、今夜の不思議は、ゴーストキャンディーじゃ。生き物に言葉を教えるキャンディー。まあ言っちゃうよな、ヤムヤム親分には何本だし芸人だし。そうそう、それに臭いし嫌われ者ナンバーワンだよりダントツだよ。親分ボロボロに言われてるぜ。初めてハエ軍団の本音を聞いたぞ。おいこら、全部聞こえてるぞ。